はいどうも皆さんこんにちは、ハムッピです。今回は10月10日の大会のノリオメンバーが決まったので、その話をしながらやっていきたいと思います。青地じゃね？え、キノコの上に青地があんねんけど。マジかよ、こんなところあるん、初めて知った。決めれば来たー。はい、最強です。カオチカ、うっ、カオチカ、みんなカオチカ。あえてスプラッシュをしないスタイル、この辺のやつで回復していくスタイルね。初動は一旦生き残ろう。初動死んだら元も子もないんで。あ、いる。てかフリーシー思ってる人多いな。めちゃめちゃなんか穴場のイメージあったのに俺。あ斧で殴った一発、イエーイ。もうおらんね、3キルしてるからな、さすがに。まあそんな感じでですね、今撮影してるんが3日なんですけど、1週間後にコミュニティ大会っていう言い方でいいと思うけど、久々大会をするんですけど、そのモードが3人なんで、メンバーを集めなければいけないということで、メンバーを集めました。で、一緒にやるメンバーはレタスさんとエームさんとです。もう行っちゃいます。動画のめっちゃ最初の方に言っていくスタイルね、すぐ言っちゃう。レタスさんとエームさんとやることになりました、イエイ。でもうね、安定のいつも通りの安定の、まあハムレタしようって言ったら、いつでもいいよって言ってくれる安定のハムレタで、そう、一緒に何回かあのアリーナとか普通になんか遊んだことはあるんやけど、そう、エイムさんと大会したことないなと思って、はじめ他の人っていうかアルビドさん読んで GW カップでアリーナモードに入れへんかったから、あのいろいろあって、で今回アリーナモードあるからそれのリベンジしたいなと思ってアルビドさん誘おうとしたっていうか、しようって送ったんやけど、そう、まあいろいろあってちょっと出れへんくなって、それ で他の人にも声かけてみたいなんで、エイムさんと初めてやってみたいなと思って、クララさんにもしようって言ったんやけど、クララさんもちょっとあれやって出れへんかって、そう、エイムさんありがたや。あのままやと俺とレータスさん2人になってたから、危ねえ危ねえ。エイムさんがもう心よく受け入れてくれたんで、お忙しい中、みんなめっちゃ忙しいのに快く受け入れてくれたのでありがたいので、今回はレタスさんとエムさんと大会やっていきます。クララさんとアルビドさんとも久々したかったんやけどな、しゃあない。俺はエムさんとやるの初めてなんやけど、レタスさんもエムさんと大会するの初めてやと思うねんな。そやから、あの、異色っていう言い方するとちょっとなんかあんま良くないってか、なんかイメージってかあれやねんけど、そう、まあ AM さんとレタスさんと俺っていう意外なメンバーになった。大会頑張ります。1HP、 青、あと1週間フォートナイト練習しないと。あ、そう、んで、そう、今撮影してるんが3日なんですけど、さっき公式の発表の方でレタスさんがストリーマー移行したっていうね、発表がありましてですね。そう、なんで、エイムさんには申し訳ないんやけど、フォートナイト全然やってない2人なんよね、こっち。ストリーマー2人と、もうアジア1桁、もう今でも入りまくってる最強の人1人っていう。すんごい3人でやっていく。ハンデ欲しい、ハンデ。こっちストリーマー2人やし、ハンデ欲しい。そんな甘くないんやけど。え？カラスかよ。あっちか、人間は。いるくね？おい！石ころになってると思ってるだろ。バレてんだよ。普通に放置？あ、普通に放置？え、それはすまん。ミシックやん。え、申し訳な、なんて思ってないけどね。ミシックアサルトありがとね。で、まぁ、今回、ゼロビルド2試合、アリーナモード2試合のはずやねんけど、ゼロビルドに関してはマジで知らん。ゼロビルドの大会したことないからさ、俺。ゼロビルドに関してはマジで知らんねんけど、まぁ、そこは一旦置いといて、
アリーナで頑張りたいよね。当たんねえな。いいわもう。当たんねえ。アサルトなんて。え？ありがとう。え、俺じゃないやつヘッド抜いてくれてんけど。ありがとうな。さっき売ってたんそいつじゃないけど。ありがとう。離れすぎ。しかも登る手段がねえ。無理やり上がる。ジップで上がったら絶対死ぬから。お兄さんすごい上にいますね。どこにいんのこれ。そこか。はいはい、ビビるぜビビるぜ。あ、てかそう、ここでちょっとエイムさんとの知り合ったあのエピソードみたいのを喋るんやけど、実はそう、俺とレタスさんよりエイムさんの方が知り合った歴長いっていう、 あれね、俺とレタスさんの2人と俺とエイムさん、つけろ、編集が知ってる人少なそう。実はハムレタが知り合うよりハムエイムが知り合う方が早いねんな。それもめっちゃ前で、俺ら知り合ったんリアル3年前とか3年半前とか、その俺がまだアマチュアっていうかフリーやった時、何のあれにも入ってへんかった時に、俺らはそうアリーナで知り合って、俺らはとか言って、そう俺らはアリーナで知り合ってですね、最初懐かしい、リアル3年以上前やな。あれエイムさんとアリーナで会って、それで DM 送ってくれはって知り合ってみたいな、そっからやからめっちゃ長いし、いつの間にか JW 入ってて、いつの間にか GW 入ってはってすげえみたいなエイムさんいい人なんでね、ほんまにすごい人なんで、あの人成人イコールエイムさんなんで、エイムさんのことをちょっとまだよく知らないなみたいな人は成人で覚えればいいです。あ、成人ってあのあれね、あの他の星の人の方じゃなくてね、めっちゃいい人の方、聖なる人ね。グロ、グロ今の死に方半端ないやん。この武器強すぎやろこれ。いやこれ絶対俺アンチが吹っ飛ぶと思うんやけど、信じていい？ちょっとよしな、めっちゃ上やん。で行ったら死ぬな。また下から上がる作業をするか。え、こっちにもいいんだけど、あっちの方が面倒そう。全部俺の壁、俺のキル取られてんけど、マジかよ、あと一発だったのに。建築壊すスピード半端ないマジこれ。160、お強ープライムショットな。GG ってな感じで、ハムレタエイムで本番頑張りたいと思います。以上ハムッピーでした。さようなら。